加藤西方大学に残る西予羽大学の旧建物、西予羽大学は中国、上海にあった米国西公会のミッション系大学で中華人民共和国の成立後に閉鎖された。西予羽大学は1879年に米国西公会上海教区のジョーゼフ・スケレシュースキー、主教により建てられた西予羽書院が起源で東方のハーバード大学を目指した。 1892年に大学課程を追加し、1905年には米国ワシントン州の大学制度に則っ,った大学となり、文学院、理学院、医学院、進学院の4学部を備えた。1913年には大学院を追加して、1936年には女子にも門戸を開いている。 日中戦争中はいくつかのキャンパスに分かれていたが、1940年には元の場所に復帰した。戦後も1947年までは国民党政府の管理下にあり、富裕層の指定を数多く教育している。新中国の設立後の1950年には米国成功会を離脱し、1952年には新中国では、 ソ連の教育制度を元とする決定が行われて、西洋羽大学の文学部、理学部は加藤市藩大学と福丹大学へ移管され、医学部は福丹大学へ移管された後に上海第二医科大学となり、さらに2005年には上海交通大学の医学部となっている。なお、国民党政府が台湾へ移った後、西洋羽大学と 聖マリア女子中学の卒業生が中心となり、台湾に、後の聖ヨハネカギ大学となる、教育機関を設立している。この大学のキャンパスは、現在の上海市長、ネイクマンコ、私自1575号にあった、加藤聖法大学が現在ある場所である。校内にあった聖ヨハネ座堂は1970年代に壊されている。ストリート・ジョンズ・ユニバーシティ。 ありがとうございます。